ノバ・グラディシカは、クロアチア、スラボニア地方のブロドポサビナ軍に属する町、及び、それを中心とした基礎自治体である、ボスニア・ヘルツェゴビナとの国境に近い。ノバ・グラディシカは、新しいグラディシカを意味しており、近接する町で、古いグラディシカを意味するスタラ・グラディシカとタイになっている。ノバ・グラディシカはしばしば、最も若い町と称される。 ノバグラディシュカの町は1748年に築かれた。この場所は当時オスマン帝国の支配下にあったボスニア・ヘルツェゴビナに隣接しており、オーストリア・ハンガリーをオスマン帝国から守るために設けられた軍政国境地帯の一部であった。当初はドイツ語でフリードリヒスドルフと呼ばれた。1754年に町で最初の建造物として、 カトリック教会の聖テレサ聖堂が建てられ、スラボーニア地方でも重要なバロック様式の建造物となっている。街の中核は18世紀に建てられた、この聖テレサ聖堂と古い裁判所、刑務所から成り立っている。ザグレブとベオングラードとを結ぶクロアチアの鉄道網の帰還をなす路線が街の近くを走っており、旅客列車の本数も多い。 高速道路の A3 号線も近くを通っている。この鉄道路線と高速道路は共に半ヨーロッパ、回廊 X の一部となっている。街の中心や郊外を結ぶバス交通も発達している。ポジェガや街から数キロメートルのところにあるボスニア・ヘルツェゴビナとの国境とも直接結ばれている。ユーゴスラビア紛争前は金属精錬などの産業が発展していたが、 紛争によってその多くが失われ、産業は衰退した。小規模な繊維産業や醸造所があるが、大規模な産業団地を造成する計画が始まっている。ありがとうございます。